奴らは組織で動いてるってことですか。そうね。敵は異世界から組織だって攻めてきていた。前から少し考えてはいたのよ。今までは小規模だったからわからないだけで、あいつらには黒幕がいて、実は組織だって動いてるんじゃないかって。それに関して一つ、いい、今後は樹たちと一緒に戦おうと思うの。それがいいでしょうね。キリア、この子たちの面倒を見てあげてね。そのことなんだけど、戦闘中の指揮は樹に任せようと思ってる。うん、なるほどね。あの、俺なんかで大丈夫なんですか。最も合理的な提案をしたまでだけど、イツキ、あなたが今回成し遂げたことを正しく認識しなさい。素直にイツキ君の実力を認めたって言えばいいのに。とにかくそういうわけだから。それじゃ これからはキリアさんと一緒に行動することが多くなるってこと。そういうことね。よろしく、翼。ああ、キリアが微笑んで私によろしくって。こちらこそ。ふつつかんものですが、今後とも大変末永く、お日柄もよく。翼、よろしくお願いしますだけでいいと思うよ。よろしくお願いします。面白い子ね。俺と樹のコンビにキリアさんも加われば最強だな。キリアさんだけで十分かも。俺はいらねえってこと？ひどいぜ、樹。さてと、先にキリアにサプライズやられちゃったけど、私からも報告が一つあります。実はこの事務所に新しいお友達が増えることになりました。皆さん、お疲れ様です。え、お姉ちゃん？翼には秘密にしてたけど、私これからしばらくこの事務所でスタッフとして働くことになったの。いずれ芸能界に復帰してもらうつもりだけど、それまでのリハビリみたいな感じね。翼ちゃんが練習サボってたらビシッバシッお尻を叩いてもらおうと思って。それと樹くんはこの後ちょっと社長室に残っててね。え、俺ですか？私と秘密で濃密で蜂蜜な個人レッスンしましょ。何よ。冗談よ。まあ樹くんがその気なら私もやぶさかではないけど。お願いします。樹くん、エッチ、スケベ、変態、これだから男の人って。何言ってるんだ。舞子さんは芸能界の先輩でもあるんだから、いろいろアドバイスをもらうべきだろ。俺はまだ歌とか演技とか自分が何に向いてるのかさえ分かってないんだから。あらら、そんな真面目な意味で言ったんじゃないのに、樹くんには通じなかったか。え、うん、なんだか私の方がエッチな人みたい。じゃ、今日は解散と。その前に3人ともお疲れ様。よく頑張ったわね、あやはを助けてくれてありがとう。
話って何ですか？ちょっとした確認なんだけど、いつきくんって何かやりたい仕事ある？やりたい仕事以前に芸能人になる気はないんですけど。釣れないこと言わないの。世間話みたいなものなんだから軽く答えちゃっていいのよ。例えば今回いつきくんは翼ちゃんと一緒に歌のレッスンを受けたわけだけど、歌手になりたいとは思わなかったの？それは思わなかったですね。歌は嫌い？嫌いじゃないですけど、なりたいと思ってレッスンを受けてたわけじゃないので。すみません、何もなくて。いいのいいの、いつきくんがそう答える場合もちゃんと想定していたから。え？自分の意思で選んでもらうのが一番だったけど、それならそれでやり方はいくらでもある。あの、舞子さん、なんだか俺がどんな仕事をしていくのか決定済みみたいに聞こえるんですけど。決定してるというか、たった今決定したのよ。うちに戦力を遊ばせておく余裕はない。なので樹君には全てのジャンルの仕事をやってもらいます。全てって絶対に無茶です。正気ですか？無茶も通せば正気になる。これからどうやって売り出していこうかしらね。あ、それといつきくん、もう一つ、あなたにはみんなの面倒を見てあげてほしいの。俺がですか？これだけ若者が集まってるんだもの、みんないろいろ悩みとかあるのよ。だからいつきくんにはみんなを助けてあげてほしいなって。ほら、心のケアってやつ。はあ、いつきくん、そういうの向いてると思うの。今回の一件で舞子さんは確信したわ。それに芸能人である彼らに寄り添い手助けしてあげることはあなたにとっても絶対に力になるわ。だから頑張りなさい。さあ一緒にスターダムへ駆け上がるわよ、いつきくん。
なんだ？いつき、そろそろショーの時間だぜ。早くライガに会いに行こう。今さらだけど、ライガって何？なんだけ話したのに覚えてねえのかよ。ヒーローだよ、ヒーロー。俺が愛してやまない特撮ヒーロー。ああ、今度ライガのオーディションがあるんだ。ショーじゃなくてテレビの方だ。だからこれ見て気分を上げておきたいんだ。気合入ってるな。当たり前だろ。俺がこの世界に入ったのはヒーローになるためだからな。稲妻の力まとい正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く。その名も。あ、始まるみたいだ。お、稲妻の力まとい師正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く。その名もマスカレイダーライガー。ライトニングシステム、コンディショングリーン、ブーストアップ、くらえ、ライガーラッシュ。うわー、みんなの応援のおかげでゲノム怪人を倒せたぞ。ありがとう。やっぱりライガーはかっこいいな。そうだろ、イツキ。なんか、うん、こういうのよくわからない。そういえばお前と見に来るのは初めてだもんな。ま、3回目くらいからじわじわ来るさ。今にお前もこうな、マスカレードライガーってな。邪魔なんですけど。バッカじゃないの、いい年こいてさ。なあ、で、お前誰だ。別に誰でもいいだろ。こんな作り物にマジになってバカじゃないの。じゃあなんでお前はショー見に来たんだよ。お前だって好きなんじゃねえのかよ。全然、こんなのただの暇つぶし。だいたいさ、うざいんだよね。
友情とか正義とか勝利とかさ、そんなの全部話の中だけの作り物だって。なヒーローだってさ、いるわけないじゃん。あんたもいい加減大人になれば。なあ、お前どうしてそんなやさぐれちゃってんの？よかったらお兄さんに話して。別にいいだろ、あんたたちには関係ないし。それじゃ。あのさ、だったら今度テレビ見てくれよ。俺新ヒーローとして登場するからよ。どうでもいい。どうしてあんな嘘を。まだオーディション受かったわけじゃないだろ。あいつの寂しそうな顔見てたらなんだか放っておけなくてさ。子供たちを笑顔にする、それがヒーローってやつだろ。とはいえ、えらいことを口走ってしまった。だったらオーディション何としても受からないとだな。ああ、何が何でも押し通るぜ。そこで一つ頼みがあるんだ。修行に付き合ってくれないか。まだまだアクションのキレに不安があるんだ。オーディションまでに仕上げておきたい。しょうがない、トーマを嘘つきにはできないし。恩に着るぜ、イツキ。それじゃあ修行のプラン考えておくぜ。